お疲れちゃんです。ラトです。今回はですね、もう初手リボンさえ引いてしまえばもう 100% 勝てるデッキをですね紹介したいと思います。でとりあえずちょっと待って、ショップ来たんで、また全部あるんでいいです。でこちらになります。もう本当にこれ初手リボンさえあれば勝てますということで、いきます。で初手リボンなくてもまあ勝てるときは勝てますね。ですけどまあ初手リボンがあれば100、いや100はやめとき100、まあ一応まあ9割、9点、あはもう100割勝てます。100割、10割、 100% 勝てます。はい、ということでもう初手リボンあったんでもう今回勝ちっす。はい、もうこの勝負もう勝ちなんで、もう結果わかります、もう勝ちです。はい、ということで、おお、なるほどね、プリンちゃん、なるほどね。おいしょ、やばい、待って、いやー待って、ちょっと待って、やばい、やだよ。100勝てますからね、初手リボンあったんで壊されちゃったんですけど、まああったことに変わりはないので勝てますね。なんでまあここは後ろから展開して、とりあえずもう一回エリボン来たい。エリポン置くことさえできればもう勝ちなんで、これもう情報収もう情報収集された。ウィザードがマジで強い、本当にこいつ出しとけば勝てる。 OK、 もうこのエリポンは無視、エリポンじゃないバレルは無視。でもこれでもうエリポン置いたんで、初手エリポンまああったっすけど、もうこれで初手エリポンみたいな、もう何言ってるか分かんない。でここはもうはいゴレ出しちゃいます。もうゴレ出して後ろから添えるだけ、バスケでよくあるあの左手は添えるだけみたいなやつですね。もう後ろに添えるだけ、ユニットは後ろに添えるだけ。 OK、 よし、いきます。 OK、 もうこれは勝ちです。はい、もう勝ちました。あー、なるほどね。もうこんなもうトレンドキュイーンからの、はい、ザッパーン、はい、よいしょ。もうインドラを、ああ処理できないですけど、なんとかして、うふーん、おっと、やばい、やばくなってきた。ちょっと待って、いやマジで勝ち確です。あ、初手リボンあったんで、あったことに変わりはないので、よし、もうここは後ろからランバー出して、ああなるほどね、守ってあげて。でこのプリンちゃんはメガゴがやってくれる、メガゴがやってあげくれるので、もうゴレ展開、おほー、やばい。でこのウィザードが強い、もうアウトローの後ろのアーチャーが全部死んだ、2体ですけど OK。 もう後ろから添えるだけですけど、ここは一応防衛。添えるのは大事ですけど、防衛も大事。横ザッパーン、はい、よいしょ、よいしょ、もうゴーレムが入る。で後ろから添えるだけ、添えてあげて、はい、勝ちそう。多分ゴーレムが入り爆発が入る。よし、ということで、まあ、初手リボンあったんで勝ちました。はい、あと2戦も行くんですけど、初手リボンあればもう勝ち確なんで、もう、はい、見なくても大丈夫です、もう。はい、また日本の方ですね、はい、よろしく。で今回も初手にもありました、はい、勝ち、はい、グッドゲームですね。もうもう戦う前に決まってます。初手にも置くことができれば勝ちです。なんだ、もうザップ彼のダックプリ、オッケー、はい、もうこの初手エリポン守れたんで、さらにもう勝ちの可能性が上がりましたね。でももともと勝ちの可能性マックスなんですけどね、はい。でもアイナも困っちゃってるところに、もうゴーレム、はい、ゴーレム置いていきます。で、これは後ろから添えるだけ、あーペッカとか関係ない、ペッカが来ても関係ない、もう後ろに添えるだけ、添えてあげれば勝ちですね。はい、ということで、もうこれにもうウィザード、もうこいつがなんか異常に強い、はい、なんか強い。なるほどね、フキアちゃん結構やっぱ厄介なんで、もうここでトレンドでキュイーンで OK、 はい、
オッケー。いやーこのウィザード、あーウィザード、まあおじさんも死ぬ時あるんで、ウィザードはバイバイですけど、まあこのゴーレムのバカが強い。ネリポン置いてあげて、でここに多分ディガーかな飛んでくるんで、まあ2分の1、あはは、やられた、やだー。これはもうしょうがないです。これはもうエリクサボンブ壊されました。壊されたんですけど、もう気にしない。はい、もうこういうのはもうしょうがない、しょうがないと思えばいい、しょうがない、しょうがないに変わりはない、しょうがない。よしで、まあそうですね、ペッカ来るんですけど、もうあえてゴーレム出しちゃう。でももうペッカをいらっしゃい、ペッカいらっしゃい、ペッカいらっしゃい、あれペッカ来ない、そんなことある、来た。でもここはもうガン攻めで勝ち勝ち、おいしょおいしょ。でここでなんかさっきフキャーを処理するためにトレーナー使ったんですけど、あれがバカでしたわ、あれがバカだって、バルーンを処理できなかった。なんでここをしっかり、でここで吹き合う、もう一緒にトルネードで吸っちゃう、もう吸っちゃって吸っちゃう、おいしょ。でこのバルーンの僕が入っちゃうんですけど、もう気にしない気にしない、一気にいっちゃう、よし、ふう。でもあとこのユニットあのそれだけでも勝ちですね、多分。しかも勝率 100% なんで、初手リボあったね。はい、グッドゲームということで、いやマジで初手リポンさえ引けば勝てますね。初手リポンはあと守るのもあの大事なんですけど、そのエリポン引いてさらにその守るのもですね、初手リポン置いて守れば100勝てます。はい修正していく、よし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 。今度初手リポンないです、初手リポンないんで分かんないです。あーもうしんどい、これほどしんどいのない、初手リボンないのにあっちある、もう理不尽、もう理不尽、まさかあっても、はい、もうしんどい。ここで、あーなるほどね、相手も多分ゴーレムっぽいんで、これはウィザードがすごい刺さりますね、あのダクネに。このダクネをもうやっちゃって、もうこれが強い、これが強い、あこれが強い。でここで攻めすぎないことが大事ですね。で相手初手リポあったんですけど、その分をですねしっかり、まあ、軽めの攻めで、これ美味しいこれ美味しいこれ美味しい美味しい多分もうあんま出さなくてもいいになる。うーん、一応メガゴ出していて、だあここはザップはいらないですね。あ打ってもいいですけど、まあでも許容してですね、でここでエリポン置いて、もうこれでもうおあいこみたいなもんなんで、これはもう勝ちですね。初手リポン置いたようなもんだって。よし、はい。何言ってるか分かんない。ちょっと。で、相手はゴレで、僕もゴレで。で、スペル入りですね、相手は。ポイズン、なんか。まあまあまあ、ここは、まあ、相手多分これゴレ出せないんで、多分カードの多分サイクル悪いですよね、相手。サイクル。でもこれに、もう、さっきポイズン使って、これダークネが美味しい。美味しい。からの、もうランバーも美味しい。これもう美味しい、ただのごちそうさまですもん。でこれのカウンター入る、はい。相手はもうこれにあの頑張ってもゴレしか出せない、ゴレが入るからのオーケー、あーやばい、ウィザード頑張って、あーやられた。ウィザードもうちょっとな、頑張ってくれたらガゴムルも処理できてたんですけど、あの子、よしよし。でここはあーエリクサーポンプ置いちゃったのが意外と良くない可能性がありますね。ですけどここしっかり守りたい、ここをトルネウィザードでしっかり防衛してあげればなんとかなる。このウィザードの範囲攻撃が強い、ダクプリも強い、でこれウィザード強い、頑張れウィザード頑張れ、強い、今って強い、想像をはるかに超えた、強いからのカウンター。もうこれウィザードやばくないっすか、待って、やば、お前やば、ウィザード働きすぎやね、マジで。でもニビズみたいな、ニビズ、はい。でランバーからのはもう、はい、それだけやば、ウィザード強すぎ、マジで強い。はい、ということでもう3連勝、調子いい
初手リボンを引けば勝てるゲームですね。はい、まあ、そんな言い方よくない、そんな言い方よくない。ね、もしかしたらまあその時の運です、運でですね、まあ初手リボンあっても負けるってことあるんですけど、もう僕のコメントにそれは初手リボンあっとるに負けてるじゃねえかみたいなことはあのやめてください。はい、ということで終わります。はい、よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。では、バイバイ。